あの、あなた方は、あなたはネプテューヌいや、違う。似てはいるけど、雰囲気がまるで違う。お姉ちゃん。なるほど、妹さんなのね。よく知っていますよ。私がここにいるのは、彼女に頼まれたからなんですから。ルビーのゲームキャラは、もはや存在しないのです。 犯罪組織の手により、みんな消されてしまいましたから。私はもともとプラネティウヌのもの。ネプティウヌに頼まれて、この地へとやってきました。ゲームキャラを失い、大地の恵みを失ったルイを助けてほしいと。ですから、あなたに力を貸すことはできません。あなたの姉との約束を破ることになってしまいますから。それともあなたは、 姉の願いを断ち切って、私を連れ出すことを望みますかすみません。意地の悪い言い方をしてしまいましたね。理由はそれだけではないのです。私には、ルイの教祖に託された、もう一つの使命もあります。ですからどうしても、ここを離れることはできません。それは <laughs>、は ここは、私は、ルビーの競争。これは、どういうことですか私はあの時、確かに消滅したはず。そうですか。ありがとうございます。しかし、復活したとはいえ、私が一度消滅したということは、一刻を争う事態です。 そのような気遣いは無用ですよ。ネプテューノの妹、あなたに頼みがあります。私には敵と戦い、倒す力はありません。一人では封印の場所までたどり着くこともできないでしょう。ずうずしい願いとは承知ですが、同行してはもらえませんか封印を施すには最深部まで行く必要があります。どうにかここを抜けなくては。 では、そうさせてもらいます。はい、それでは。はい、すべてのキラーマシーンは眠りにつきました。私がここにいる限り、目覚めることはありません。ルビーの危機は救われました。あなたたちには、感謝の言葉もありません。私がここを離れては、再びキラーマシーンが復活してしまいますから。そういった器用なことは、私には、 あらこれは、私が、もう一人え今、どうやったのですかわ、わかりません。私に聞かれても。私こそ、一体どうやって。はい、これなら。ええ、何も問題はなくなりました。私はこの地にとどまり、封印を維持します。では、 私は彼女たちの力になりましょう。よろしくお願いします。もう一人の私。お久しぶりですね、イストワール。そんな他人行儀な言い方はやめてください。私は最初、あの女神候補生の頼みを断りました。それでも、最後には私は彼女を信じ、私の力を託すことにしました。 ようやく笑顔を浮かべてくれましたね。さて、少し昔話をする時間はあるでしょうか。心は決まったようですね。そうですね。彼女たちなら、きっと何とかしてくれます。まあ、そういうことでしたら、今夜は楽しい話をしましょうか。